岩井キングレムリン実装。どうも皆さん、爬虫類大好きおじさん龍です。さあ本日なんですが、ディスコードでですね、ジャックジャック大先生っていう、天才構築家がいるんですけども、天才構築家から、教えていただいた、キングレムリン最強天才コンボのねご紹介となっております。キングレムリンっていうモンスター、これ新しいパックで追加されたんですが、一ターンに一度エクシーズ素材を一つ取り除いてデッキから爬虫類族モンスター1体を手札に加えるということができるんですよ。でキングレムリン、何でもね、爬虫類族であれば何でもサーチできるんでめちゃくちゃ強いんですけども、これ何をサーチしてくるかと、これね、やっぱりね、大好きなね、僕ね、デッキ群がありましてね、レプテレスって言うんですけどもレプテレスっていうモンスターがいましてですね、これ結構強いんですよ、レプテレスってやってることは。例えばヒュドラ、ヒュドラが最強なんですけども、1か2どっちかしか使えないよっていう効果で、まずね、マルニーマン結構強い。シンクロ素材として墓地へ送られると、フィールドの表側表示のモンスター2体を対象にして、そのモンスターの攻撃力をゼロにするっていう。まあだから、シンクロ素材にできると相手のモンスター2体並んでた場合は2体ともゼロにできるんで、しかも永続的にだ、そのぶん殴ったら勝ちみたいなね話あるじゃないですか。でさらにめちゃくちゃ強いのが、もうこのバース機でそのゼロにしたモンスターリリースするっていう動きめっちゃ強いんですけど、バースキってどういう効果持ってるかっていうと、自分か相手のフィールド上の攻撃力がゼロのモンスター2体をリリースしたら特殊召喚できるっていう、なんかほんとラバゴーレムのなんか上位効果みたいな、限定的ですけど効果持ってるんですよ。このモンスターを、出すギミックとしても優秀なんですけども、これね、丸1はもう結構優秀で、このカードが手札に存在していて自分のフィールドのモンスターが爬虫類族モンスターのみの場合、相手のフィールドの表側表示モンスター1体を対象にして、そのモンスターを攻撃力をゼロにして特殊召喚できると。例えば相手のフィールド上にホープが立っていましたっていう時は、レプティレスの効果で、爬虫類がいる場合ね、フィールド上に、キングレムリンで持ってくるから大体いるんだけど、キングレムリンがいるから大体で、こいつを特殊召喚して2500の攻撃力を、下げながらゼロにしてこいつを特殊召喚できると。で、下げた分のダメージを受けるっていう効果なんですよ。だから2500ダメージこの場合は受けるんですけども、そうすると何ができるかっていうと、この傷だらけのヒーローっていうね、このスキルが使えると。これが天才コンボですね今日の。自分がそのデュエル中に受けた、戦闘ダメージ効果ダメージの合計値以下の攻撃力を持つエレメンタルヒーローモンスター1体をデッキから攻撃表示で出すと。なので、これで、バブルマンとかね、ソリッドマンとかエアーマンとかを出して展開に使っていく。これとシンクロしてもいいし、普通に、ロックシンクロね、してもいいし、ラミアとか入れていると一応出せるんだけども、これ関連カードなんだけど、これとか出せるんだけど、こいつ出してなくてもなんか強いなと思って、入れませんでした、今回は。別になくてもいいなと思って、これ。で、ギミックとしてはやっぱキングレムリーを最初に立てるべきなんで、なんで、ヒーローデッキってこともあって、ソリッドマン、エアーマンとかが入ってますみたいな。で、あと、影と影、これ爬虫類族なんで、これも入ってますみたいな。で、あとは、防御区だとバック除去を入れておけば強いんで、デモンズチェーンと、コスミック最後で、相手のバックをなんか ぶち割ったりとか、効果無効にしたりとかね。あとはモンスターをぶっ殺したりとか、もできると。いう感じですね。で、サンダードラゴンに分からせられる、ネグロバレーとかも入ってるというような感じでございます。結構ですね、ギミックが天才ムーブするんですよ。ちょっとぜひね、対戦ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方は闇マリック選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あ、出た、バランス。今ランク戦でね、バランス使ってる人結構いるんですけど、別に全然悪くないんですけどね、今ルール上やってることなんで悪くないと思うんですけど、基本的にやっぱ新しい、デッキ、なんだろう、どうせ使えなくなるからバランスあんまり今回してる意味ないんですよね。だから未来を見据えた方が俺はいいと思ってる、正直。そっちもか、これは。だからどうせなんかその使えなくなるギミックなんですよ、バランスとか。あとリスタートとか魔法の使い手とかね、あっち系もそうだけど、リスタートじゃねえや、魔法の使い手とか、罠戦術の使い手とか、キングルームでいいじゃん。こうして、だからね、あんまりね、なんだろうな、いわゆる、こういう言い方するとちょっと怒る人いますけど、過度に、要するにその脱法デッキってやつですね。お昼でいっか。あんまり良くないと思うね、基本的には。で、ネクロパレー発動。で、ターンしろ。さあ、あ
とは、傷だらけのヒーローもありますんで、なかなか、硬い場面ではあるかなっていう。あー、トラミッド。ほう。トラミッドはなんかネクロバレーがそこそこ。あ、そいついんの？そいついるんだ。え、フェード魔法何これ？あー、強いね。強いね。まあでも、ゆでネクロバレーは結構刺さってると思うんだよ、これ。殴ってくるから、これ。2300。まあでも殴ってくるか、普通に。殴ってき、あ、殴ってこない。殴ってこない。激アツ。殴ってこないのはマジで激アツ。キングレムリンの効果、そう。キングレムリンはエアーマンを墓地に送ることに、あ、素材を外すことによって、レプティルスーパースキーを持ってくることができると。さあ、そしてですね。これは、ソリッドマンを召喚して、ソリッドマンの効果発動。ソリッドマンの効果を発動し、エアーマンを特殊召喚。で、エアーマンの効果発動。さあ、フィールド魔法トラップを破壊するという効果。さあ、どうするフィールド魔法割られるぞ、それ。いいのか、フィールド魔法割っちゃっていいんですか、これ、自分。それ割られたら、なんもできないんじゃないですか、ドラミッドさん。なんかできるんですかね、ドラミッドさんって。終わりませんけど。まあ、とりあえずちょっとデッドリーシーンかなんかいきます。デッドリーシーン、さあデッドリーシーンをエクシーズ召喚していく。このモンスターは、相手のフィールドのモンスター1体を選択しゲームから除外するという効果を持っている。さあデッドリーシーンちゃん来た。煉獄の落とし穴、なるほど。まだまだ俺動けんだよな、まだまだ動けるっていうね。まあちょっと展開力見せますか。でこうしてですね、で1800ダメージ受けまして、でスキル発動することもできますし、この最強モンスターをなんと出すこともできるっていうね。いきますか。フィールド上の攻撃力がゼロのモンスター2体をリリースし、現れよレプティレスバースキー。そしてレプティレスバースキーの効果も発動。相手のフィールドのモンスターを破壊し、さらにスキル発動、強すぎる、圧倒的展開力。対戦ありがとうございました。お会いした、ルカちゃん。ちゃんルカねー。これ、あー、やばいねー、これ。やばいねー、たしろ。まあ、でも、言うてね、トラップカードで遅延攻撃ができるっていうのは、局所的ハリケーンだけやめてください。あ、トルさんでいいです。言うてね、その、あー、それはやばい。やばくもねえか、別に。狡猾だけやめてほしいな。デモンズチェーン選択あったらいいわ。レモンチェーンはいいわ。はい、トリさん効果で、破壊、あー、それね、それ選択して、それもう一回装備されるのね、オッケー。はい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 、オッケー。で、アロンライト、了解です。まあ、了解です。効果だけ抜かないでいただきたい。アロンライト、オッケーです。あー、オッケー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 、それオッケー。で、チェーンして発動すればね、破壊できないんでね。アロンライトはね、セット してある状態のカードしか割れないんで、チェーンで表にしてれば大丈夫っていう。はい、オッケー。さあ、なんかできるのかな。セット、セット、なるほど。さあ、ちょっとなんかエアーマンかなんか欲しいね。エアーマンかなんか。あー、まあでも悪くはないか。悪くはないな。悪くないけど、ちょっとモンスター光らすぎ問題っていうのが発生してるけど、ちょっときついけど、まあでもトラップカードは強いんで、これ出す？これどうせ次のターンがあれだもんな。あの、狡猾選択されたら打たなきゃいけないもんな。だからモンスターちょっと増やしておいて。いやでもデモンズチェーン持ち行くの嫌だな。さあしろ。だからモンスターを、2体残しといて、で、狡猾の落とし穴これで一応アロンダイトの効果にチェンジして打てるんで、まあ、悪くはないですかね。さあどうする。月の書。まあ別にいいですよ。あ、それなんだ。へぇー。そっち系のパターン。はいはい。え、アロンダイト外れるけどいいの？それいいんだ別に。なるほどね。全然いいですよ。で、栄光の聖騎士団。なるほど。天命の聖剣ちょっと装備されてマジでめんどくさいんで、狡猾の落とし穴で、ここはしっかりと破壊していきたい。さあ、しっかりめに破壊していきたいといったところ。さあ、相手頑張って展開しようとしてるが、モルドレッドも引いていない。バランス、なんか脱法バランス使ってるのに、もう、ああ、うわ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 、周りに来た。うわ、やべえ。破壊された感じすんな、これ。モルドレッドいいだろう。そう、装備カードはあるのか。バトルフェイス、なるほどな。装備カードはない。エアマン来い。んだろ。いや、どんだけ来るデモンズチェーン。ふざけんなよ。どんだけデモンズチェーン来るんだよ。
まあ、でも一応傷だらけのヒーローがもうちょっとあのエアーマン出せるレベルになるんで悪くはないですね。天命の聖剣ね、あんね、デモンドチェーン打つしかないんで、デモンドチェーン打つしかないんで、さあデモンドチェーンを打っていく、しっかりめに、これによって効果は無効になったため FC2 召喚とかはできない。さあ罠でなんとか妨害していく。無限にこうデモンズチェーン3枚とか頭おかしいだろ。エアーマン来た、よしよしよし、いいぞ。エアーマンを召喚していく。さあエアーマンの効果を発動。さあエアーマンで、エアーマンを持ってくるパターンかな。いやーエアーでいいんじゃないでしょうかね。ですね、スキル発動してもういいね。これ傷だらけのヒーローも見てですね、出していきましょうか。これはもうバブルなんていうか、バブラー持ってきて、で、キングレムリン作っていく。でキングレムリンで持ってきておこう、レプティレスヒュードーラーを。さあキングレムリンの効果そう。さあ圧倒的アドバンテージの稼ぎようだぞ。さあアドバンテージ回復してきた。さすがにヒュードラーかな、さすがにヒュードラー。ヒュードラー出しに行って殴りにとちょっと足りないか、4000だもん。じゃあまだエンドフェイズでもいいんじゃないかな。デモンチェーンで縛り付けてあるし、まだなんか焦って攻撃する必要、あーうんそうだね、焦って攻撃する必要性すらあんまない気がするから、あーてか今攻撃すればよかったか、別に500ダメージだけ与えられたな、攻撃だけすればよかった。で、はいマーリン、なるほど強いね、ハンド強いね。周りにそんなに蹴るのはさすがにあれだわ、あの聖騎士の才能あるわ。さあレベル4のまたモンスターかな。あオッケー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 。でも言うて装備を切り替えることはできないと思うから、ここでアロクセなんだろう、アロクセなんか手札コストいる系のやつって言ったら、インガーステージとかサンダーブレイクとかそっち系かもね。さあ天命の聖剣の効果を発動していく。でそれはネクバレーで無効になっているから装備をつけることはできない。さあコルネウスの効果、エクシスエを2つ届いて、相手のモンスター相手を攻めて、そのモンスターを戻そうとし、あそっちとモンスターを戻そうとするか、それをしっかりとデモンチェーンで封じていく。これがデモチェ、デモチェ何面に捧ぐデモンチェーンプレミアム加工3枚の男、なんだこの盤面なんやこの盤面、どんだけ縛りつける、どんだけ縛りつけるの。ああしっかりとアドバンテージを稼いでいく。レプテレスバーツ機動的なに加えていく。さて必殺技使うか、レプテレスバ、ヒュドラの効果発動、攻撃力をゼロにしてこのモンスターを特殊召喚、もしくは全額のダメージを受ける。さらに俺はフィールドのモンスター2体をリリースし、いけレプテレスバーツ機、そのモンスターは破壊されて墓地へ送られないといけないらしいですね。破壊されて墓地へ送られた場合にはないと効果発動できないって聞いてますけども、私神ゲー、神ゲーすぎる、レプティレスシュドラ強すぎるわ。さあ、ワニワとエスパーロバ、なるほどエスパーロバだね。さあソリッドマンを召喚、ソリッドマンの効果と、ソリッドマンの効果によってエアーマンを特殊召喚で、エアーマンの効果と、いややっぱりエアーマンっていうのはね素晴らしいですね。すごく個人的な意見言っていいですか、全テーマにエアーマンつけるべきだと思う俺。全テーマ、全デッキ、全てのデッキのテーマになんかエアーマンみたいな、その1枚サーチするっていうカードつけるべきだと思うわ。エアーマンだけずるいもん、だってエアーマンだけ強すぎるもん過激派で、カードを置いてセット後ろ。いやケイングレミリンさんめちゃくちゃ強いですね、ほんとね。やっぱ 2枚サーチできるんで、これで、あ、コスミック最高強い。要は、爬虫類族、まあこれちょっと2枚無理だけど、1枚サーチして、防御型で1回耐えて、で、もう1回サーチできるんで、結構強いんですよね。プリミティブバタフライ、なるほど。サイキックリフェクター、ほう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 。お、やべえ、ロックシンクロだ、飛んでくる、マイカ。ロックシンクロは厳しい。バスタービースト。バスタービースト、なるほど。あやべえ、これ普通強くねえこれ、なんか負けるんだけどこれ15、やべえ普通ブリーダムされて負けるわ。
これ結構うまいな、その展開。8位どういうこと、プリミティブバタフライめちゃくちゃ強いじゃん。6、やべえの来た。やべえの来た、やべえの来たわ。出た、昆虫族最強のモンスター地底のアラクレン。1400ダメージいった、いった、超進化の眉ぶん回ってやがる。なんだこのデッキ、魚影。